Once upon a time, there was a curious girl who knew all about the Land of the Rising Sun. The girl, part of the secret order of IGDB, was often heard telling tales about that magical country. But one story always stood out to her. The saga about a tall man with a golden voice who worked alongside an artist who had a mind as sharp as the sharpest blade. Determined to know more, she found that it seemed that the true identity of the man with the golden voice was the legendary Dragon of Dojima and the clever artist, his mentor. With sparked curiosity and a quest given by the IGDB Council to get to the bottom of this, she immediately set out on a journey and was soon able to see the rising sun in the east with her own eyes. There, she followed their footsteps carefully down the streets of Kabukicho and into the arcade without much luck. But she finally picked up a trail when she came upon items that held pictures of the dragon. The trail led her to a guide who would accompany her to her final destination, Osaki. Once there, they went to the ninth floor of a massive skyscraper right into the lion's den. She was now standing face to face with the artist and the Dragon of Dojima himself. How would this end?本当に一作目作った時っていうのは、もちろん僕らヒットさせたいと思って絶対面白いと思って作りましたけど、はい、でもまあここまでもう10年以上続くシリーズになるっていうのは本当に最初は想像はしてなかったですね、はい、やっぱり3作ぐらいは作りたいなとは思ってましたけど、はい、ゼロからですよね。ゼロから反対字で、いわゆる中国の言葉とあとハングルもちゃんとローカライズをするようになって、でアジアでまたたくさんのファンの方ができて、はいはいはい、で英語版はずっと1からやってはいたんですけど、なんか1234までやってちょっと右肩下がりだったんですよね、数字的にも。で5に至ってはダウンロード版しか出さないっていうような状況、まあ随分時間が空いて、でそれがまたゼロを作ったことでまた新しく欧米に関してもファンの方掘り起こしができて、でそこからゼロからまた上向きになってきてるので、はい、だからそうですね、すごくまだまだまだこれからもっともっと進歩させていきたいな。楽しみですね、はい、古いセガの建物の方で十何年前に始まったんですけど、当然続けたいねっていう話は当時名越さんと横山さんっていうのがよく喫煙所でスモーキングルームでよく喋ってて、で私も出会ったばっかりで喋ってて、あこれ売れたらいいですねって、でも当時確実に2人が言ってたのが、私ゲームの世界あんまり詳しくないんで、いやでもヤクザものとかって売れないんですよって言いながらだけどそこにあえてチャレンジしに行っている、はい、それは十何年前に言ってましたけど、大人がやれるゲームがないって言って、そう、それで大人でゲームやっても楽しいような大人なストーリーを作りたいっつって今チャレンジしてるんですけど、ですけどヤクザものまあ売れないんですよね、だけどチャレンジしたいんですよとかって言ってて、当たるといいですねって言ってて、そこで次が出始めたんで、この次呼ばれた時には私もよかったと思って、これは嬉しいと思って一緒で 3まで行ったらいいですねって話をその後すごくしたのを覚えてます。3作ぐらいやれたらいいですね、これあと次ですね、これが売れたらいいですねって、大体ヒット曲でも1曲売れて2曲目が難しいっていうじゃないですか、はいですね、やっぱり一緒ですか、ですね、だからそう2曲目が日本でも難しいってよく言われてるんで、だから3曲売れたら3作目まで売れたらいいですねって話を10年ぐらい前にしたら覚えですね、十何年前、もうなんか嬉しいですね、やっぱ長く続けていくと、要は普通の映画じゃないんで私が顔出して出てるわけじゃないんだけど、はいはいはい、すんごく多くの人たちが、まあ、日本歩いたりしてると車運転しててガソリンスタンド行ってもどこ行っても
なんかなんで俺の顔が映ってないのに、うん、なんで俺のこと知ってんのっていうぐらい広まっていくっていうことが、もう黒田さん声でバレます。そうなんですよ。あの食事しててこう友人と喋ってたら、向こうの席の人がこうやって見始めてちょこちょことかって言い始めて、それでパーって寄ってきて、あの黒田高也さんですかって上結構ちらほらあるんですよ。でそれってやっぱ長きにわたってヒットしてくれたっていうことが、まあ大きいのかなっていう。そうですよね。日本っていうところが舞台で、で僕ら日本人が作ってるあの作品なので、本当になんていうのかな、しかもあの龍が如くってちゃんとキャラクターも年を取っていくし、あの本当にまさにリリースされた時の日本を切り取られた作品だと思うんですね。変わりますね、うん、だからその時日本で流行ってるものとかもサブストーリーだったりミニゲームに入ってきたりもするので、なんだろうな、本当にまさに今の日本がここにありますっていうのが、龍が如くの、まあ、セールスポイントかなとは思いますし、でまたあのその日本のヤクザっていう、そのあまり、ね、メジャーではないあの、団体の方っていうメジャーじゃない会社の普段、ね、生活してるとあまり触れ合うことがないところを、ね、まあ、表現してるので、はい、まあ、そういうところが龍が如くっていう作品の、まあ、なんていうのかな、個性だと思います。その裏の社会ってやっぱり、うんうん、あることは知っているけど、ね、一般の人たちは知らない。だけど人間ってなんかこう知らないことをどうしてもちょっと知りたくなるじゃないですか。そういう人たちに龍が如くってまたとてもいい作品なのかなっていう。まさにそうですね。だから1作目とか、うん、1作目の時ってキャバクラのゲームでしょって言われたんですよね。ヤクザのゲームじゃなくてキャバクラのゲームでしょって言われたんです。でゲームの中にキャバクラがあるなっていうゲーム今までなかったので、うん、でしかもそのキャバクラってそこからすごく人気が出たんですけど、その後、はいはい、ただやっぱりちょっとアンダーグラウンドなイメージだったんです、うん、まだ1作目が出た頃って、はいはいはい、行ったことある人はいるけど、はい、みんなが行ったことあるようなわけじゃなくて、はいはいはい、行ってみたいけどなんとなくあのぼったくられたりすると怖いなみたいなところだったので、はい、だからそういうのがゲームの中で体験できるっていうのもなんか一つアピールポイントでしたよね。あの龍が如く3の時、はい、まあ、その前にあの欧米でリリースされてないですけど、剣山と3って僕ディレクターをやった作品なんですよね。でそれまでは1と2の時はあのデザインのディレクションをやってて、でそこからゲームのディレクターになったのが3の時だったので、個人的にはすごい3は思い入れがあるタイトルです。でもただそのシリーズその後も、まあ、プロデューサーっていう形で関わってますけど、一番でも作品としてやっぱり皆さんの評価もそうですけどよくできてるなと思うのはゼロかなと。これ佐藤さんと被っちゃうんですよ ね。これ結構出演者とか制作者の中でも好きなやつって違ったりするんですよ。だけど俺本当に3と剣山が、あ違う剣山じゃない、維新が好きだ。あ、維新、維新が好きで、3と維新が好きで、それでやっぱりゲーム全体として出来がいいなと思ってるのはゼロなんだからもうほぼほぼ被っちゃうね。維新はストーリーとかが有名なこの坂本龍馬の話とかを なんかこうよくある日本の歴史ドラマとを違う角度からなんか架空の物語を作ってって、もともとある歴史にうまいこと結びつけてってる感じが維新はすごい好きで、うん、そうよく書いたなこれ、このストーリーすごいなと思って維新、ね、はとても好きですね。残念ながら英語でローカライズされてないんですよ。あ、そうなんだ。そうで
なんだその話をしてしまった。これからこれはやった方がいいんです。日本の歴史を扱ってる作品なので、その日本のまあ史実とされているところを、はい、あのイフの物語で作られてるんですね、維新って。だからそのベースの史実を知ってる方がより楽しめるっていう、知らないとひょっとしたら楽しめないかなっていう懸念もあって、はい、あの維新プレイして間違った日本史を覚えられても困るな。そうなんですか、調べて、あ、違ったんだみたいなのがあるかもしれない。最初に書いておけばいいですけどね、これフィクションです。あ、書いておけばいい。一応フィクションですって。はい、ただまあ維新が面白いところ、まあ、あの出てない維新の話ばっかりしてもしょうがないんですけど、あの維新は本当に今までのシリーズで出てきたキャラクターがいろんな役になって出てきてるので、なんかお祭り感があるんですよね。オールスターキャスト、龍が如くのオールスターキャスト作品みたいな立て付けでやったので、そのナンバリングをプレイしてきた方だったら、すごい楽しめると。僕個人的なんですよね。僕ね、個人的にも黒田さん横にして言うのもなんですけど、キリュウカズマなんですよ。できた人ですね。キューティーやめるんですね。佐藤さんはもう違うと思ってたんですけど、できた人なんで。なるほど。でもなんかやっぱキリュウはかっこいいんですよね。うん、もう断然桐生が好きなんですけど、はいはい、それ以外で言うと、誰だろうな、好き、あ、俺あの伊達さん好きです。あ、いいんですね。伊達さん、ああいう渋いこうやっぱ男気、はいはいはい、男っていう感じの、それで不器用な生き方とかが、はい、なんかやっぱあと優しさ、うんうんうん、でなんかちょっとまっすぐ仕事に行き過ぎて家庭をおろそかにしてしまうちょっとダメさ加減とか、ちょっと足りてないところとかもなんかだけど、そこで苦しんでる伊達さんとかもなんかそういうのが素敵ですね。そうですね。それでやっぱあの声当ててる山地さんっていう、その芝居をやってる山地さんのあの伊達さんの役作りっていうのもとてもいい感じでやってると思うんで、伊達さんはすごい好きですね。はい、あ、それで言っちゃうと別に山地さん普段伊達さんに似てる感じは俺のイメージではないんですよね。うん、なんかそうですね、僕も聞く話からそう聞く話からするとちょっと違うんですよ ね、 すね。そうすると宇垣の秀ちゃんも真島に似てるかっていうと全然違いますもんね。うん、そうなんですよね。で、はるかも違いますもんね。それでいくと、やっぱり私じゃないですか。僕もそう思います。素敵なことや。はい。真面目に不器用な、ひたすらまっすぐ正義で生きてる。なるほど。周りに評価を聞きに行かないでください。私はあるので答えてます。日本のファンの方ってどっちかというとおとなしい方が多いんですよね。うん、それは日本の国民性だと思うんですけど、あのイベントやってもなんとなく控えめな感じがあるんですけど、やっぱりあのアジアもそうですけど、あの欧米行ってもやっぱり盛り上がり方が、皆さんもう気持ちの出し方が素直すぎて、やっぱりエネルギーをすごい感じる。7月ぐらいにパリに行ったんですよ。はい、ゲームスウィーク、ジャパンエキスポだった。 あれがもう普通日本だと龍が如くなのに、イベントっていうとほとんど女性なんですよ。あの客席はまあまあ8割ぐらいは女性になるんですけど、パリは屈強な男たちが出ましたよ。なんか夏だったし、はいはい、こんな俺より腕振ってんじゃねえかみたいな男がたくさんいて、女性が本当ちょびちょびって少なくて、はい、それが大きく違うなと思いました。で、日本の場合男性が来たとしても筋肉ない男性が来るんですよ。っていう感じの人が来るんですけど、気持ちわかります。
パリは、はい、高屋クルワだみたいな。そう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 。なんでしょうね、やっぱりそのタイトル買ってくれてる人の割合でいうと、はい、やっぱり女性あ男性の方が圧倒的に多いんですよ、はい、そのアンケート、はいはい、購入者アンケートとか取ると男性の方が圧倒的に多いんですけど、そういうイベントをやると日本は来るのは女性の方が多いんですよ、はい、ゲームに限らずですけど、なんか女性の方がそういうイベントごとって、はい、あの来る行きたいって思う人が多いんじゃないかなと思って、はいはい、多分に他の国は分かりませんけど、日本って女性の方が行動的、ポジティブに動く。あ、まあでもそうですね、男性は休みがあると、あーもう疲れた寝てるって一日寝てるみたいな感じがなんか日本ってありますよね、はいはい、それは多分世界中共通だ。あ、やっぱそうなんですかね。そうですね。あ、いやすごく嬉しかったですよ、やっぱり、うん、こんなね、日本人しか分かんないようなゲームを。そうですね、まさかパリであれだけの人が集まるとは思わなかったんで、イベントで呼んでいただいて、で行って始まる前に客席見て椅子がたくさんあって、無理だろうと思ってたよ。これは寂しいイベントだ。ポツンしか人が嫌だな。3人だったらどうしよう。いや思ってたら結構いっぱいに来ていただいて、満杯に来てくれてたんで、すごい嬉しい。はい。一番ピークで忙しい時、はい、あのやっぱり企画の段階って最初少人数から始めて、はい、でそのものを作ってどういうゲームにしようっていうのが決まってから、デザインだったりプログラマーだったりっていうのがどんどん増えていくっていう感じなんで、まあ、ピーク時でやっぱり80人ぐらいなんですけど、ただあのそれは中のスタッフだけなんです。あ、なるほど。あのやっぱりお手伝いしていただいてる外の、はい、あの、はい、会社さんもありますし、あの黒田さんみたいに声優さんの方々もたくさんあの関わっていただくので、だからそのゲームが完成して一番最後に打ち上げとかやるじゃないですか、はいはい、そういう時ってもう300人とかで打ち上げします。そうですよね。だから関わった人、はいはいはい、このゲームに関わった人っていくと、はい、打ち上げだけで300人ぐらいだから、多分来られてない方もいるん で、ね、もうちょっといるんじゃないですか。そうですね、声優だけでもだって毎回100人ぐらいはいいんじゃないですか。いやいや、いますね、声優さんだけでも。すごいですね。何をやるか知らない方がいいと思うんですよ、ね、プロデューサーって何やんのみたいなことですね。偉い人だなって思ってると思うんですけど、え、何もやらないでエバってるだけとかそういうことじゃない、そういうプロデューサーもいますけど、いるかもしれない。佐藤さんはそうじゃないです。本当ですか。佐藤さんが一番働いてでもなんか、なんでしょうね、そのチームによって、作品によって、はい、そのプロデューサーのスタイルも人それぞれあるとは思うんですけど、なんかまあ僕もあのもう一人あのシナリオの監修 の演出の横山も2人ともプロデューサー、横山がチーフプロデューサーで、実はねプロデューサーが3人ぐらいいるんですけど、はい、でもまあそのいわゆるタイトルの進行管理も見ながら、やっぱりどんな商品にしていこうっていうのを決めるのがプロデューサーですよね。でそのプランナーディレクターとかに企画書を書かして、でその企画書を見て、 でもこの作品はこういう風な売り方をしていきたい、こういうとこアピールしていきたいから、こんな要素を入れてくれればとかっていうのを、あの現場のプランナーとやり取りをしながら、はい、あの作品の方向性を決めていくっていう感じ。あ、もちろんあの作品にも口はどんどん出していきますし、はいはい、でディレクターがやりたいこともあるじゃないですか。はいはい、ディレクターがやりたいことと、でもプロデューサーは売ることまで考えなきゃいけないので、あのこういう風にやっちゃったらあの売れないっていうか、はいはいはい、こういうした方がもっと売れるとかっていうこともプロデューサーは考えていかなきゃいけないので、そういうところの現場との調整だったり、
僕はあの一応あれなんですよね、あのスタジオの部長でもあるので、あだから他のタイトルも走ってるじゃないですか、他のタイトルもやっぱり見なきゃいけないし、はいはいはい、で部長っていう仕事もあるんですよね、そのいわゆるマネージャーの仕事ですよね、そういうのもいっぱいあるので、はい、まあ、1日の始まりはまずメールチェックからです始まりはメールチェック、終わりはメールチェック、メール送り、終わりはそうですね、メールを全部今日中にやらなきゃいけないことを全部送り終えるあのメールは読み切れないぐらい来るのでさばけないんですよね。やっぱりプロジェクトの会議もミーティングもたくさんあるので、そのミーティングにも出なきゃいけないんで、ミーティングがずっと続いてて3時間ぐらいミーティングしても席に戻ってきたらもう読み切れないぐらいメールが届いてたりする。僕はずっと今まで、ね、20何年ゲーム業界で仕事してきてますけど、一番楽しかった時期ってやっぱディレクターやってる時が一番楽しくて、でやっぱりディレクターはもう本当にそのタイトルを、あの、の中身を考えて作るっていうところをひたすらやってればよかったので、それに集中できてたのはすごい楽しかった。これは残念ながら僕じゃないですね。あの、ワンを作ってた時もキャラクターのスタッフがデザインしたので、あれ1から1の時の気流と映像がほらプレステ3になって随分良くなるじゃないですか、はい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 、あの時ってデザイナーって変わってるんですか、キリュウも例えば。あ、デザイナー変わってますね。あ、変わってます、はい、逆ですね、お話、まず一番最初に作るのはお話なんです。あで、お話の中で出てくる登場人物、はい、で、その当然お話考える上でこの人はどんなキャラクターなのっていうのを作り上げるじゃないですか、はい、キャラクター像で、そこに合う人は誰だっていうのでチョイスするんですね、はいはいはい、そうっすね。でもたけしさんとか、はい、あの木村さんとかはまたちょっと違うかもしれないです、はい、今言ったのとは。あのこの人を使いたいからそういうキャラクターをこの物語の中に入れてるってところはありますね。やっぱりバイオって違う、はい、はい、でもその2人ぐらいかな、そういうふうに選んだのは、うん、あ、でもゼロの時も、はい、あの3人小沢仁さん、竹内力さん、中野秀夫さんっていうこの3人を桐生の兄貴分の幹部でにしようってしたんですけど、まあでも怖い存在の兄貴分3人っていうのはもともとのお話の中に当然入ってたんですけど、それを誰にしようって言った時にあの3人にしようって決めてから少しやっぱりキャラクターの調整はしましたね。その人たちなりのなんか個性が出るようにちょっと変えたりとか、うん、そうですよね。なるほど。でもあの龍が如く自体もずっと課題ではあるんですね。でもっとあの欧米のファンの方を増やしていきたいし、僕らも、あのもっとプレイしてもらいたい。でもプレイしてもらうにはやっぱりローカライズするテキストも英語だけじゃなくて、あのひょっとしたらあのフィグスって呼ばれるフランス、イタリア、ドイツ、スペインもやっていかなきゃいけないなっていう課題は持ってますし、でそのやっぱり音声も日本語のままでテキストだけじゃなくて、あのボイスオーバーっていうのをやってった方がよりみんなに楽しんでもらえるんじゃないかなとは思ってるので、例えばね、カプコンさんのモンスターハンターなんて世界中で大ヒットしてるとは思うので、ああいう風になんかそのなんだろう、まあ、ファンタジーとかっていう世界で特になんかボーダレスな素材というか題材であれば、なんかあまり関係がないのかなとは思ってはいるんですけど、龍が如くを世界中に広めるっていうのは僕は結構難しい課題だなとは思ってはいます。正直やっぱりあの冒頭に言ったように日本っていうものを題材にして、本当に完全に日本の文化の中の作品なので、それを世界中の人に楽しんでもらうっていうのは
なかなか日本に興味がある人じゃないと振り向いてもらえないところもあると思うので、ただまあそういった意味でさっきのように英語のボイスオーバー入れてみたり、はい、翻訳する言語を増やしてみたりっていうのはある種その分からない世界であってもより伝わりやすくしていきたいっていうところがあるので、まあ、そういう試みはやっていきたいなって思ってます。声優は流れで始まっちゃったんで、もともとは俳優、うんで、それも流れなんですけど流れ、もともとはキックボクサー、で、それでそっちをずっと目指してて、空手キックボクサーを目指してて、ハードにトレーニングしすぎて立ち上がれなくなっちゃうほど背骨を壊してしまって、それでずっと病院行きながらとか、あとしばらく歩けないで寝込んでる時期があって、それで格闘技キックボクシングって思ってる時に、リハビリをしてる時に、当時35年前に有名だった劇団、芝居の集団に、試験があるから一緒に受けないかって友達に受けてって頼まれて、それで緊張するから一緒に来てって言われて、で試験代も払ってもらって、で続き番号になって、話し相手で文学座っていう劇団を受けに行ったんです。だから私は今ちょっとリハビリ中だから、トレーニングとかジムとか行ってる暇がないから、まあじゃあいいやって暇つぶしに遊びに行くっつったら受かっちゃったんですねそう、当時2600ぐらい受けて60人にとりあえず受かって、それで受かっちゃったからなんとなく始めたんです。その治るまで背骨が治るまでやろうと思って、そしたらなかなか治らないかったんですけど、1年後に60人から10人になるんですよ、首切られて、はい、そしたらもともと格闘技をやってたんで負けるのが嫌いなんですよね。そうすると60人から10人になるときに、それは落とされるなんていうのはあっちゃいけない私の人生、はいはいはい、だから芝居全然興味ないけども頑張っちゃった。芝居全然興味ないけども負けてはいけないと、私の人生だから、ちょっと芝居勉強しましょう。でそこから戯曲を読んだり芝居を見に行ったり、だから劇団、人気劇団入るまで芝居も見たこともないし役者になりたいなと思ったこともないまま行って、それでその負けちゃいけないっていうだけで残ってって、また次もまた 4,5 人に首切られるんですけど、そこも首切られる10人からまた 2,3 人とかになっちゃうんですよ。それも首切られるのは不愉快なんでだから残らなきゃいけないと、負けるのは嫌いなんで、そうやってる間にまずステージの方で食べれるようになってきちゃったんですよ、舞台で。それでそしたら今度テレビの方に引っ張られたんですね。テレビおいでよって言われて、そしたら時代劇って、それこそこっちで言ったら剣山とか維新みたいな時代劇で呼ばれるようになったんですね。それで時代劇俺があって興味ないなと思いながらも、呼んでいただけるからやっててそれでずっとやって、なんかこう早くやってるとつまんねえなと思ってそしたらいい役取れるようにならないとって、またこうやってって、そしてる間にすぐテレビでも食べれるようになって、それででもそうしてる間に医学が進歩して俺の背骨は治らないってことが分かって、もうこっち続けていくしかないってなってたんだけど、それが本当に悪くなって撮影が厳しくなっちゃったんです。もう撮影自体でこう立てない、こう立てなくて、黒田が今日動けないから撮影中止みたいなのがよく起きるようになっちゃったんですね。でこういう大スターの方たちを、今日黒田 NG で撮影中止みたいな、私も結構大きな役やってたんで、
それで、いやお前体割りに分かってっからいいんだよ、気にすんなよって言われても気にするんです。それこそこういうこれも出てた北尾路欣也さんとか里見浩太郎さんとか、そういうもう大スター、ビッグスターたちを今日黒田 NG で今日は撮影なしですっていうことをやっちゃってたんです。私が背骨悪すぎて、それで俺はもう役者辞めなくちゃいけないなと思って、こんなに人に迷惑かけるんじゃ辞めなきゃいけないなと思ったのが30後半で、でいつかそうなると思ってたから、後々車椅子になるって言われてるんで、だから車椅子でやれる商売を見つけようと思ってたんです。それでそのために貯蓄もしてたんで、あそろそろ車椅子に入っていくなっても自分の体の感覚で分かってたんで、だからあじゃあそろそろこんな迷惑かけるようになったらもうそろそろ車椅子近いし、じゃあお店、車椅子でやれる店やろで、で準備をし始めたんですよ、役者辞めて、はい、で役者辞めて始めた時に声いいから声優やってみないって言われたんです。30後半ぐらいの時に、はい、で声優ってそれまで役者20年近くやっててやったことなかったんで、声優っていうのがもう全然イメージもできないから嫌だって、で俺はお店をやるんだって言ってたんですけど、半年ぐらい6ヶ月ぐらいずっと口説かれて、でじゃあとりあえず一回やってみて嫌だったらやめていいんでって言われて、で誘われてその事務所に一回入って、で仕事したら役者20年近くやってきた俺がその絵に声を合わせて喋るとかってやったことないんで、自分で全てまから何から作ってきた、表情から何から全部作ってきた人間なんで、最初にできてる絵に声だけを当てていくっていうのがものすごくやりづらかったんですね、当然初めてなんで。そうすると初めてだからやりづらい、そうするとこっちばっかやってた人に下手だと思われてるわけですよ、それが面白くないわけですよ。また負けちゃいけない。そう。で、おと思って、このまんまやめられねえぞって逆で。だから、つまんなかったらやめていいよって言われたんですけど、最初つまらなかったんですよ。声優の仕事、正直。だけど、つまんなかったんだけど、このまんまやめてたまるかっていう。のになりまして、それでちょっととりあえずある程度結果残したらやめるって決めて、それで結局声優も今18年ぐらいになっちゃいました。両方合わせて35年なんですけど、だから一回も役者になりたいと思った時もないし、声優になりたいと思った時もなくて、ひたすら世界一強くなりたかった。すごく負けず嫌いですね。ちなみに何のお店やってこれね、あの当時はバーを考えてたんですよ。水商売昔ちょっとバイト時代にやってたんで、でバーをやって、で俺はお客さんと喋る感じで、うん、で仲間がたくさんいるんで、あのちゃんと歩ける人たちに、うん、あの信頼できる、はい、あの年下たちを雇ってでやろうかなと思ってます。あ、なるほど。厳しいって言って、多分、うん、今人気の職業になっちゃってるん で、ね、そういった意味では厳しいんだと思います、はい、だから声優になりたいって言っても声優でご飯を食べていくってことがとても難しい、この倍率、人が多すぎるっていうことでは厳しいと思いますけど、あの声優自体の職業が厳しいとは思ってないですね、うん、だからやっぱりまたくだらないことですけど格闘技の方が厳しいんですよ。ああ、まあでもその全然厳しいんです。そうですよね。もうものすごく辛いんです。そっちの方が毎日毎日やりたくないことを6時間も8時間もトレーニングして痛い目にあって、だからそれに比べたら、そうですね。その文学座っていう劇団のその倍率も厳しくなかったですね。だって骨折れないし、骨折られないし、命かかってないし、ひたすら人より努力すればいいって言っても死なないじゃないですか。確かに。ひたすら本読むとか、ひたすら映画見て研究するとか、そういうことだから、
もう30キロ走ってはぁってなってるところでまた今からダッシュしろって言われるわけじゃないし、はいはい、こう本ずっと読みたくない本読んでてもそこまで苦しくはなんないじゃないだから役者のその競争も声優の競争も辛いと思った時は全然ないです。ただシンプルにつまらなすぎるとか、はい、台本がつまらなすぎるとか、はい、あと例えばそういうやつでただ単にハン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 言ってるだけのストーリーが何もなくてただただセクシーな声でもだえてるだけみたいな内容がなさすぎるみたいなのになるとさすがに断ったりとか、もうひたすら台本ですよ。台本見てだと長く生きてきたんで、はい、この台本活字活字を読んでて、で、どういう性格かな、どういう人間かなっていうのが分かってくるじゃないですか。はい、そしたら長く生きてきて周りにそれに近い人間、こういう人間いたな、あいつっぽいやつかなと思ったら。例えばそいつの喋り方に寄せる、そいつの性格の流れに、あいつは同じ言葉を聞いてもこういうふうに傷ついてたなとか、俺は傷つかない言葉でもあいつだったら傷つくなとか、そういう周りに置き換えてみたり、いろんな作り方しますね。自分の中にもすっごいこう優しいところと怖いところと変態的なところといろんなところが人って混同してるじゃないですか、正直、はい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 、それで変態的な部分が俺は人様より少ないからいいわけですよだけどそれが多い人はもっと変態っぽくいるわけじゃないですか。だからその体のバランスで例えば私は戦うのは戦ってきた人間なんで当たり前大きいんですね、はい、この体の中に普通に人と戦う、正義のためには戦うっていう、だけど正義のためでも絶対に手は挙げないっていう人もいますよね、はいはいはい、だからその手を挙げちゃいけないと思っている自分もいるんですね、はいはい、そうするとその役によっては何があっても手を挙げることはいけないんだと思ってる役だとしたら、ここの体の中にある小さい部分を広げる感覚なんですよ、自分の中で。で、普段間違ってるやつは殴っていいんだよと思っている普段の自分も小さくなる。あ、そう、わかります、はい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 、そうやって体のバランスを変えて、はいはい、セリフをやっていくと、その性格で反応していきます、はいはいはい、私の場合、やり方最初、龍が如くっていうのを、龍が如くってゲームのお話が来たんですけどやりますかって事務所から言われて、以前黒田さんがやってた役らしいんですけどって言われて、んで、いや、やったことないですって、その時に前も喋ったんですけど、そのプロジェクト J っていうプロジェクトネームで短いゲーム作ってたんですかね。そうですね、プロトタイプ版を作ってた時に黒田さんに声をお願いし てテスト版みたいなやつですかね。その時にまだ龍が如くって名前が決まってないかなんかの時に、テスト版の時に私がちょっと声を入れてたんですね。あ、はいはい、実際1をやる1年前2年前とかに、それで後々その話が来た時に、以前やってた役ですって言われて、龍が如く知らないなと、でもちろんやりますよって、で台本いただいてから読んでて、そしたらそのテスト版みたいので言ってたセリフが時々こう、うん、あって、あれって、このセリフってなんかどっかで言ったことあるような気がすると思って、それであん時のテスト版でやってたゲームが本格的にスタート切ったんだと思ったんですけど、あと単純にゲームの話来ました、あ、やりますよって読んでて、まず、え、俺主役と思ったんですよまだこっちの世界来て、声の世界に来て、いわゆる声優さんとして
名前がビッグネームでも何でもなかったし、だからえって俺主役なのと思って、それまではこういう声なんてアニメとかいろんなので悪役でよく呼ばれてたんで、だからヤクザだけど悪役じゃないんだっていうそ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 う、正義側なんだっていう喜びと、主役であるっていう喜びと、その後本読んでてこんなに面白いのって思いました最初に。この台本を読んで、俺がそうゲームのシナリオなのに、それまでも他のゲームとかチラチラ読んでましたけど、箇条書きでそこなんか読んでても別に内容もよくわからないかったりとか、こんながっつりストーリーがあるものっていうのもあんまりないのがないのが普通なんで、台本読んでるだけで今まで私がやってきたドラマとか大河ドラマとかすごい作品、すごい名作に負けないぐらい本が面白かったんで、うん、うわうわうわこれはちょっと嬉しいぞと思ってひたすらワクワクして始めたのを覚えてますね。私に似てるなやっぱり高倉健さんっぽいなと思いました。あの日本の昔のっていうとあれですけど、最近お亡くなりになったんですけど、日本人のそういうヤクザものの映画とかっていうと主役でよくやってらっしゃった高倉健さんっていうすごい俳優さんがいらっしゃって、その方のまっすぐな無口でまっすぐで嘘をつけない不器用な男っていう、それでお金とか権力とかそういうもので一切心がぶれない自分の生き方を通していくっていうのが高倉健さんか黒田高也かっていうのにそのそういうイメージを持ちました。目の前で女殴られて黙って引き下がれるほど大人じゃねえんだよ。2ですよね。2でしたっけ？ 2ぐらいですね。だいぶ初期の。だから例えばさっき私が言ってた、私の中では正しい暴力はあると思ってるんですね。だから例えばそういうことです。目の前で女殴られてて、君やめなさいよって言っててもそういうやつってやめないんですよね。そうですね、そうですね、ダメだよ暴力ダメだよって言ってもやめない人はやるしかないですよ。やんないと女がそのまんま殺されちゃうかもしれないし、したらやめなさいって言ってもやめないんだったらやめないんだったらおいこるやってやるしかないって私は思ってるし、そうやって生きてきたんで、だからその考え方が私に合うっていうか、私も多分それで警察に捕まろうがやると思いますから、実際そういう場面人生ありましたから、警察にうまいこと捕まらなかっただけであって、実際目の前で女殴られてて一応助けに行ってっていうのはやっぱりありましたから、やっぱこういうまあ桐生はいろんなとこ好きですけど、あのセリフはとてもいいなっていうか、あれもちょっと日本人男性みんなが多くの人がそういう意識で生きていただきたいな。あのですね、そうそう、もう本当に35年やってるんで、はい、テレビ舞台声で言ったらもう本当にいろんな役 やらせていただいてるんですけど、唯一やったことがないって言っていいかもしれないのが弁護士とか検事とか、そうそう、意外ですね、そういうのがやったことないんですよね。で法廷劇、裁判劇の、あのずっとこう相手を論破していく役とかっていうのは一度やってみたいな。前から好きは好きでしたね、ずっと音楽は好きですけど、じゃあやってたかっていうとやってはいなかったですね。若い時から歌うのは嫌いじゃなかったんですけど、そこから35年前に役者始めちゃってからってものはもう一切セリフばっかり、あと芝居ばっかり研究してて、もう歌とか一切
だからカラオケとかにも全く行かないし、うん、ひたすら芝居ばっかり研究してて、だから本当にただ声優やってから時々年に1回ぐらいイベントをやる時に、個人のイベントやる時にちょっと歌を歌ってくださいっていうのがあって、ほとんどトークでちょっと歌を歌う、龍であの歌わせてもらったキャラソンを歌わせてもらったり、自分の好きなミュージシャンの歌を歌わせてもらったり、ちょこっと自分で作った曲を歌ってみたり、 4,5 曲歌うぐらいのは前から年に1回やってたんですけど、その今今週やるバンドとかはいわゆる3年前に本格的にバンド活動をやろうって、ゼロからやろうって、その声優のキャラソンとか基本抜きでやろうっていうのが最初、関係なく50歳からデビューしてみようっていうのを遊びでやり始めたんですね。それで1回目はもう自前の曲だけだけど、やっぱりお客さんがどうしても龍のキャラソンを聞きたいというアンケートがあるから、それで音楽担当のセガのグループの堀井ちゃんっていうのがいまして、そこに電話をして龍のキャラソン歌っていいっつってお許しをもらって、前回と今回と2曲ぐらいずつは龍ので歌わせていただいた歌も歌って、あとは全部自前の曲で、ちょうどうちのバンドの連中がみんな音大出てたり音楽大学出てたり、スタジオミュージシャンやってたりすごい力のある人たちが、だけどやっぱ音楽って日本って今食っていけない、ミュージシャンで食っていけないっていう人が多くて、でみんなもうすぐ40の人たちなんで、バンドメンバーだからやっぱ途中で諦めて、音楽を使える職業で、それこそパチンコの音楽作ったりゲーム音楽作ったりする会社にみんないるメンツなんですよ。でそれが私が声優として行ってた時に仕事で出会って、それで私が個人でやってたトークちょこっと歌ライブに見に来て、黒田さんとバンドやりたいんですとかって言われ始めて、50歳からやってみようって言ってたんだけどやりましょうやりましょうよって口説かれて始めたのが3年前です。で今回が3回目になるんですけど、はい、ロバート・デ・ニーロが好きで、そうですか、はい、ロバート・デ・ニーロの映画で、グッドフェローズっていうのがあって、でもともと私その日本ね世界一強くなるっていう夢の前はマフィアになるっていうのが夢だったんですよ。あらら、まさかまさか本当にそれゴッドファーザーの影響で、もう何にも意味分かってないですよ、小学生の時だから。なんかゴッドファーザー大好きすぎて、なんか何十回も見てる間に、小学生の私は僕絶対にマフィアになると思ってたんですよ本当に高谷と仲間たちって意味合いで、で俺ファッションもずっとゴッドファーザーのなんか影響を受けてるんですよ、ずっとハットは、そうです、ね、ガキの頃から。だからちょうどそのイタリアっぽい感じでグッドフェローズでいいかなという、いや、そんなことない。そんなことない。やっぱりそう。そんなことなくて、僕はあれなんですよね。だからもともとデザイナーで入ってますけど、はい、この業界に、はい、絵の専門学校に行ってて、絵を描く仕事がしたかったんです。とにかく絵が描ければ何でもよかった。なるほど。で、ただまあ専門学校なんで、あんまり、なんかいい就職先とか来ないんですね、求人も、はい、大したいいとこなくて、で、なんだろうな、いろんななんか大きな会社のデザイン室みたいなところも何個か受けたんですけど、やっぱり受かんなくて、でただまあデザインの専門学校って来る求人ってなんかこうちっちゃなデザイン事務所みたいなのがいっぱいあって、でもそれってでもグラフィックのレイアウトとかばっかりやるような、そういう仕事だったんで、
なんか絵が描けないなこれだと思って、あ、絵が描けそうな仕事がゲーム会社だったんです。ああ、まあそうですね、キャラとか、はい、で僕が入った時はそこまで人気職種でもなかったんで、まだ、はい、なので、うん、あ、まあ人気あったのかな。でもそんなに今ほどゲームクリエイターになりたいって、ゲームの専門学校なんかなかったですし、当時。あ、今は、うん、はい、なので、一番絵が描けそうだなと思ってゲーム業界に入りました。俺は龍が如くだけやります。だけ本当にこれしかやってないです。あ、やりますよ。そんなに数多くやらないですけど、まあ、年に数本気になってるものぐらいはやります。やらないです。黒田さんもね、この間龍が如くオンライン、そう、仕事でやんなさいって言われた時だけやるそれはね、最初は変な感じしましたよ、はいはい、声の正解っていうか、その前にテレビのドラマやってる時にオンエアされたら自分の声でも、そっか、役者やってる時は声に行くより自分の顔を見た時に、え、俺こんな顔してんのってのでびっくりしたり、え、俺ってこんな大きいのって思ったりとか、それを最初はあれだとか、やっぱ声の世界来て声聞いた時、え、俺こんな声してんのって嫌だなと思いましたよ。鼻声で、もうこんな、なんかこんな嫌な声してんだとかって最初は思いました。で今はもう全然慣れて、そうです、うん、だから趣味だとしたら1日休みやったらドライブですね。あ、ちょっと頑張って 2,3 時間かかるところまでドライブ行って、でちょっと自然の景色とか見てとか、うん、今の時期だったらイルミネーション見て、うん、それで帰ってくるっていうのが趣味ですかね、うん、趣味って言えるほどの趣味がないんですよね、僕。お酒が趣味で、あ、確かに確かに、お酒一人でも飲みに行く、一人でバーに飲みに行っちゃうんで。ウイスキーですね。ウイスキーが一番。寝る前にちょっと日本酒飲んだり、だってウイスキーも好きだし、甘いお酒がダメですね。ああ、でも梅酒とかは、ああいうのはあんまりダメで、だからビールとか日本酒も辛口とか、そういうのは飲みますね。あとウイスキーも本当に好きです。じゃあ俺からいきましょうか。キルカズマ大好きですよ。キルカズマはもう間違いなく大好きですけど、だけど龍が如くってサブシナリオっていうのはたくさんあるんですけど、キルカズマがふざけたり、はい、いろんなくだらないことをやるんですけど、はい、実は黒田高也、演じてる黒田高也は本編よりそっちの方が本気かもしれない両方頑張ってますよ、両方頑張ってるけど、こっちの方がすごく楽しく演じてるかもしれない。ああ、なるほど、ありがとうございます。なんか海外の人あんま分かんないかな、日本だともう浸透してるんですね。柏木さんは冷麺が好きって、もう冷麺ないとすげえ怒るみたいな。そうですよね、はい、なんですけど、あの下り書いたの僕なんです。そうですか、面白いですね。はい、龍が如く桐生一馬の物語っていうのは、まあ、一旦終わりを迎えたんですけれど、うん、今新しい主人公、春日一番っていう主人公で新しい龍が如くシリーズを作っていきますので、これからも龍が如くよろしくお願いします。うん、というそれを読んでくださってる方たちに、そうですね、だからできれば本当に全部やってほしいんですね。それで、さっきも三刀維新と
ゼロが好きだとかって言ってましたけど、だけどそれはどれが強いて言えばっていう、強いて言えばってことなので、やっぱり全部素敵なストーリーで、魅力的な登場人物が毎回出てくるし、一つ二つ、プレイされた方は3つ4つ5つ6つ全部やってみてほしいのと、あとはできれば剣山と維新もやっていただけたら嬉しいなっていう、全てを見ていただきたい。そして、サブストーリーも含め、あと私個人でいけば桐生一馬も愛してほしいし、小野道夫君も愛してほしい。愛してます。っていうことですかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。